あるけど、なんで？苦手な食べ物聞いただけでそんな不安そうな顔する？この穴だらけの作戦をどこまでカバーできるかな？今最もネットで燃えやすい生き物が生息していると踏んでいるよ。あ、まだベンちゃんいないですね。ちょっとゆうたくんとこでも行こうかな。え、ベンジ君。うん。ああ。だま。ベンジ君は苦手な食べ物とか味付け方法とかあるかな。うん。あるけど、なんで？苦手な食べ物聞いただけでそんな不安そうな顔する？ゆたく、俺のこと警戒しすぎじゃない？ほら、料理で苦手なものが出たら嫌でしょ。それで、みんなに聞いて回ってるんだ。おうおう。こんな状況だし、いちいち気にする必要はないだろ。ああ、まあアレルギーとかは聞いた方がいいけど、人数も多いから好き嫌いとかの意向を組むのは難しそうだよな。そうかな、できれば美味しく食べられる方がいいじゃない。あ、俺素敵。まあそうだな。俺の場合は辛いものだな。ちょっとは平気なんだけどな。ああ、お兄さんのせいかな。兄さん辛さに限界ないからね。でも不時期のちょっとでそこそこなんじゃないか。知らぬ間に鍛えられてそう。へえ、煮物とかで甘辛いのはどう？それくらいなら平気だ。おうほうほう。そっか、参考になったよ。ありがとう、ふじくん。まあ、不時期の言うピリ辛は海側では出ないから安心して。山側ではありえるけどね。ああ、料理頑張れよ。ああ、ありがとう。 おところで、藤君ってどういうタイプのテニスをするの？お、これ初めてかな。タイプ？タイプで言うなら俺はアグレッシブベースライナーだ。お、初めて聞くな。しかも実際これ自体俺知らなかったな。へえ、アグレッシブベースライナーなんやな。うん。あー、ベースライン上で攻撃的なテニスをするタイプだったっけ。ほほ。へえ、よく知ってるじゃねえか。な。まあね。俺にはスーパーライジングがあるからな。相手に反撃させる隙は与えないぜ。ほほほほほ。スーパーライジング聞いたことあるような。おうおう。打球の跳ね際を打つショットだよ。あらゆる変化を無効にする。おう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 。へえ、すごいじゃない。それにリターンも早いから、相手は打った後すぐに反撃されて手も足も出ないってわけさ。おう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 。ほら、あんまりユータ君の試合見たことないのかも。おう、無敵だね。まあ、それでも上には上がいるからな。うんうん、せやな。ああ、そうなんだ。だから俺はもっと上を目指す。うんうん、頑張れ。うん、頑張って。お、文ちゃん帰ってきました。これから練習始めんだけどよ、一緒に来ね。お、練習。あは、やろやろ。はい、いいですよ。お、頼むぜ。あ、みんなすげえ頼んでくれるけど、まあ、接待されるの俺なんだけどね。出たな、なんでもラケッティング。あ、これで一番ムズいの実はテニスボールやからね。頑張ろう。シクヨロ。おお、あ、おお、彼は大丈夫、彼は大丈夫。おれ、そうそう、おれ、
ほら。ひょう。天才的。せやろ。あ、チェイスボール。もっとまず難しい。チェイスボールが来たぞ。そうそう。ひょう。天才的。せやな。天才的。わいわいわい。わいわいわい。フライアウェイ。そうそう。なんで急にフライアウェイ。お前。下手だな。バカなこと言ってるから。オーケー。ちょっと待って。うれ。やるねえお前。せやな。意外に天才的だったぜ。お、意外に天才的だった。やるねえ。せやな。おお、阿久津メダル。ありがとうさん。また頼むぜ。あは、こちらこそありがとう。もう俺を楽しませるために接待してくれてるからね。それなのにお礼まで言われて。こちらこそありがとう。うん、飯木村もいないし。ブーちゃんとこ行こうか。うん。よう。ジャッカル。あー、桑原さん。お前に聞きたいことがあるんだが、今いいか？ああ、ちょっと今大事な時期なんよな。ああ、ちょっとごめんね。すいません、今ダメなんです。手が離せなくて。ああ、そうか。そりゃ悪かった。じゃあまたな。いやいや、俺こそ悪いね。ああ、ほら、どっちかが文ちゃんのこと見てないとほら、何するかわからんから。こんにちは、メリゼ。なんだ。お、なんだって。なんだとは何よ。彼女です。ぼーっと空なんか眺めて、どうしたんですか？あの雲がな。おお、なんだ。食べ物に見えるのか。雲。似てない？イチゴショートに。またなかなか複雑な形のものに見えてるんだな。相当お腹が空いているみたい。ああ、イチゴショートに見える雲ってどれ？ほら、あれあれ。ほうほう。うん、嘘だろ。なんて複雑な形を表現しているんだろうか。しかももう文ちゃんが好きなものを。ああ、ほんとですね。俺普通に受け答えしてる。なかなかな奇跡起きてるぞ。あ、誰かが作ったとしか思えないよ。見て、あのクリームの表現とか。え、いちごショートにしか見えない。そしてドーナッツとコンペイトーやん。これはピンポイントで寄せてきてるやん。他人の空にじゃ済まされんやろ。だろ。そんでもってあっちがドーナッツ、こっちがコンペイトー。ああ、ほらもう文ちゃんを惑わすために出てるとしか思えないな。そしてめっちゃバズりそうな雲。逆にありえなすぎてバズらなそう。どうやってこの雲作ったんだ。さすがに飛行機は飛ばせないやろ。うわー、ほんとだ。お菓子がいっぱいですね。おう。うん。いや、つらいよな、手に届かない食べ物が。しかも大好きな甘いものが。どうしたんですか？食べたくて仕方ないんだと思う。腹減った。あー、お腹空いちゃうよね。あそこまで完璧に模写してたら、もうちょっとふんわりしたものかと思ったら、もう文ちゃんと心の中で見えてるのかと思ったら、もう普通に誰が見てもあれはショートケーキだったな。おう、何も解決しなかった。では、今日の探索結果の報告を始めろ。ぼちぼち、被害者の会が発足されるはずなんやな。
なかなか面白いものを見つけたぞ。お、やっぱりいつもと違う気がする。お、なんだ。お、なに。洞窟だ。お、洞窟。洞窟。うんうん。昼間小さな地震があっただろう。え、あ、そうなん。てかさっきのアタベの洞窟って顔、なんかあれ、なんかちょっと余計なこと言い出しそうだな、こいつって顔してたな。で、地震。まあ、震度3程度のやつだな。おう、なるほど、アタベ様なら体感で震度もわかるんやな。スケスケなんやな。あの時崖が崩れて、その中から洞窟が出てきたんだよ。小さな地震で出てきちゃう洞窟大丈夫？完全性に不安があるな。ユニバーサルサガキジャパン穴だらけやないか。なるほど、そいつは確かに面白いな。ほう、あ、でも本当にそれ面白いって思ってる？やっちまったなって思ってない？奥の方を調べてみたかったんだが、結構深そうだったんで諦めた。明日はもう一度調べてみたいんだが。いや、そいつはやめとけ。え、なんで、アタベ。なんでなの？だって、面白そうって言うてたのになんでなの？ん？なぜだ？なあ、面白そうなら、聞かせてくれよ。地震で入り口ができたと言っただろ？だったら、また地震が起きたら、今度は塞がるかもしれねえ。おお、その回答にはグーの音も出ない。間違いなく危ないもんな。ん、なるほど。おお、これはちょっと納得させられてしまうな。間違って誰かが近づかないように、その洞窟の場所を地図に書き込んどけ。あはははで、この場所に俺たちは行きます。わかった。あ、ありがとう、印つけといてくれて。うん、その場所は。どうした？どうした、シシド。いや、今赤沢が書いたその場所なんだが、この地図に書いてある印の場所と同じじゃねえか。これはもしや宝の地図。地図だと。あとで慌ててる。あとはここから怒涛の穴埋めと引き作業に入ります。この穴だらけの作戦をどこまでカバーできるかな。ああ、さっき漁村で古い地図を見つけてよ。ほら、なんでこんなもの置いといたんや。おお、確かにこいつはかなり古い地図みてえだな。それにこの印。あとは多分今絶望しているな。同じ場所だろ。ああ、これは中学生の大好物ですね。大穴開いてるぞ、アトベ。ああ、そうだな。多分今アトベテンション下がってると思う。めんどくさいもん置いてったな、あいつらって。思うんだが、その地図、宝の地図じゃねえか。もう中学生はそう思うよね。そしてさっき赤澤さんがつけた印、行っちゃいけない場所じゃなくて目的地に変わりました。なんだと。アトベ大忙し、どんどん出てくるね。もうこれは止められないよ。20人の好奇心が今すべてここに向いているからね。今回たまたま赤沢が見つけた洞窟の場所に、その地図には印がつけてあった。あはは、そやな。つまり、そこが宝の隠し場所だったと考えられねえか。あはは、そやな。突飛な発想だな。そうかな。俺もその洞窟に行けば何かが見つかると思うよ。まあ、宝があるかどうかともかくとしてね。今最もネットで燃えやすい生き物が生息していると踏んでいるよ。そうか、俺には偶然とは思えねえんだけどよ。あははは、俺もそう思います。面白そうな話だな。
海賊の宝とかそういうのかもしれねえぞ。あ、せやな、海賊の宝。ほほほほ、今回はそっち系か。夢みてえなこと言ってんじゃねえ。お前ら洞窟を調べようなんて気を起こすんじゃねえぞ。あはははは、洞窟を調べようなんて気起こしたりしないよ。洞窟を調べたりなんかしないよ。さっきも言ったが、弱い地震一発で崩れるような場所だ。生き埋めにでもなったら大変だろうが。あ、みんな行っちゃダメだよ。ああ。ああ、で、他に報告は？お、話を切り上げようと必死。野原があっただけだな。のどかなお話。海岸線をずっと先まで行ってみたが、何も見つけられなかった。あははははは。湖の方に行ってみたけど、特に変わったことはなかったよ。この3人は楽しくお散歩をしていました。こっちも異常なし。森の中を調べてみたんだけどね。ほほほ、あ、4人でした。ふん、今日は収穫なしか。では以上でミーティング終わる。解散。ほほ、収穫はあったけどね、とんでもない。そして、アトベの悩みの種も増えました。お、夜になったな。あ、ちょっと雪村いるけど、あ、ちょっとこのタイミングは文ちゃんやな。丸井さん。お、そろそろ来る頃だと思ったぜ。お、俺を待っててくれてる。え、あ、私に何か用事でもありましたか？いや、そんなことじゃねえよ。お前と話すのが楽しいからよ。今日も来ねえかなって思ってたところだ。おー、じゃさすがやな。そういう言葉ストレートに言ってくれる。あはは。それじゃあ私も同じですね。あはは。もう俺たちは恋人同士みたいなとこあるしね。森井さんとお話するの楽しいですから、ついて足を運んじゃいます。そうなんです。そうか、じゃあ俺の方からも会いに行くようにするからよ。お前もこれまで通り遊びに来てくれよ。うん、でもそれはマジでそうして、俺のとこいっぱい遊びに来てくれよ。ちょっと隠れられたら俺行けないし、手間がすごいので。はい。さっさと足を出しな。ここから結ぶのが俺流なんでね。今出てこられると俺もう一周先生で始めそうになるよ。ダメだダメだ、お前の嫉妬の炎に焼かれるのは俺なんだよ。もうここに来た時点でお前に選択肢なんてないんだよ。これ以上聞いちゃいけないと本能が察知するんだろうな。